も100均のさ、ケース、ダイソーでゲットしたケース、プラケースを使って、アリの巣を作りたいんだけどさ、そこにあのパイライト、全部パイライトで作ったパイライトの巣を作ろうと思って、パイライト出したいんだよね。だからパイライト、全部パイライト。ただね、パイライトこのシリーズなかなか出ないんだよね。黄金発見。まあ黄金出てもさ、2個目の黄金出ても全然 OK なんだけど、パイライト。この全部パイライトを使ったパイライトの巣をね、まあシトリンとかでもまあ可愛いと思うんだけど、パイライトの巣を作りたいんだよね。だからちょっとパイライトを使って、あの巣を作りたいので、パイライトを狙って回復。あと黄金も欲しいけどな。黄金欲しいけど、アリさんたちのためにちょっとパイライトのね、かっこいい巣を作ってあげたい。やっぱあの、石入れた方がいいね、石膏の巣ね。石膏の巣はね、あの石膏だけじゃなくて石入れてあげた方がいいらしいから、アリさんの隠れ場所、あと避難場所みたいなね。卵を避難させる温度とか湿度によってね、ちょっとやばい時に移動したりもするんだって。あとやっぱ表面積が増えて、アリさんたちのためにね、あの、広くなっていいらしいんだよね。やっぱ、何にも入れないよかは、入れた方がいいらしいから。でもせっかくだからさ、かっこいい石、パイライトとかでさ、高級な感じで作ってあげたいなと思って。高級な巣をね、石膏の巣を。まあ、でも石膏の巣って基本あの、使い捨てっていうかさ、消耗品だから、それ、壊すとき、綺麗に取れるかどうかわかんないんだよね。石膏割って石膏ね、あのだけを綺麗に取り除いてパイライトを取り除けるかっていうのはちょっとやってみないとわかんないんだけど、まあ、取り除けたらまたそのパイライトでさ、また巣作れるじゃん。でも取れなかったらほんと使い捨てになっちゃうから、なんとかパイライトもさ、石膏から取り外したいなと思うんだけど、まあそれはまたその時動画撮ってちゃんと取れるかどうかね、検証しようと思うので、ちゃんと確かめてみようと思うので、今日はパイライトを狙ってとりあえずね、回復し、あの、掘っていきましょう。パイライトどうぞ。あとまあ、黄金でもいいけどね、何回も言うけど。2回目の黄金っていうのは、いや、そこまで運いいかな。1回出ただけのマジで奇跡なんだけど、2つ目を狙ってしまうというね。2つ出したら、本当日本人初じゃねえかな。2個出た人いるこれ。2個。普通1個出て終わりじゃん。1個出して、まあ満足してやめちゃうじゃん、みんな多分。黄金狙ってても。でもさ、一個目出してさらに狙うの俺ぐらいだと思うんだよね。だからさ、日本人初とか世界で初かもしれないから、いやー、インタビュー来るかもしれない。あー、待って!これはパイライトじゃねえなー。おそらくだけど、まさかの、ゴールドストーンかな?ゴールドストーンだと思うなってるって、クソ、パキュリス!いやー、マジか。あ、違う!タイガー、あ、ごめん、あのね、タイガーアイだ。ほら。よかった。タイガーアイすごい綺麗な。あの、ゴールドソイが好き。ゴールドソイよりも、タイガーアイの輝き。やったー。これ間違いでタイガーアイだね。この綺麗な、キャッキャな輝きは。これいい石だからなー。タイガーアイだけのタイガーアイのさ、巣作ってもいいよね。うわ、綺麗。見てこの綺麗さ。これはいいわ。綺麗なタイガーアイだね。ほら。一瞬キラキラしてるから黄金にも見えるんだけど、パイライティっぽくもあるんだけど、ほら、この辺とかすごい綺麗でしょ、キラキラ。これはどうやって埋めるか、埋めるとしたらこんな感じで埋めたいね。で、ここにアリさんが登ったりもできるようにしてね。卵の避難場所みたいな感じでもいいし。あ、いい感じだね、いい感じだね。パイライトゲット降臨でできなかったけど、タイガーアイゲット降臨でね。タイガーアイもね、すごいね、いい石なんだよ、本当に。ここにね、あ、でもパイライト綺麗だな。まあ、実際出てくるやつはこんな綺麗じゃないんだけどね。出てるやつは、あ、これだね。今回出たのはこのタイガーアイ。光にかざして傾けるとキラリとね、金色の輝きを放っていし、やる気と決断力を強くしてくれると言われているということでね。まあ、どんなホリホリシリーズでも大抵入ってんだよね、これ。タイガーアイね。だからすごくあの、嬉しいんだけど、俺的には。でも、パイライト出したかったなぁ。まあ、ここまでキラキラしてないんだけど、パイライトだけの、ね、巣を作ってあげたいので、パイライトをたくさんゲットして、これで、ね、パイライトだけの巣を作るっていうのが夢だよね、今のね。いや、楽しいよね。その、何買おうか、何のアリ買おうかな。いや、ちょっと、買う、やっぱ胸赤オオアリかな。俺の一番好きなアリ。まあ、黒オオアリちゃんも好きだけど、やっぱ胸赤オオアリちゃん、いいね。あの、赤い色がやっぱかっこいいよね。胸赤オオアリちゃんこうパイライトの黄金の巣で買うのもいいかもしれないわ。まあ、とりあえず今日は、ね、タイガーアイということで、また次回、ちょっと待って、最後に、20個ゲットして、それを散りばめて、これにね、散りばめて、凹凸をたくさん作ってさ、デコボコをたくさん作って、パイライトの巣何個ぐらいいるだろうね。ちょっとわかんないけど。まあ、どんどんゲットしていきましょう。それではまた次回、次のホリホリで。次はあの、ダイヤ。またダイヤに戻ってね、ダイヤを狙うという。ダイヤも早く出しちゃいたいからな、ダイヤ。